ははいこんにち文です、えー、今日紹介するのはこちら、はい、えー、ネオンピツというね、靴つの製品です、えー。これはですね、まあ、何かというとですね、えー、ノック式の、えー、まあ、蛍光色鉛筆になります。えー、とですねこれ、靴はさんですね、まあ、ネオンピツよりも前に、実はですね、これと同じ芯を採用している えー、まあ、鉛筆の蛍光マーカーっていう、ですねよくわからない名前の鉛筆を色鉛筆を出してるんですね。まあ、色鉛筆なんだけど、えー、芯がですねまあ、あの蛍光色の芯が入っているものを出していたんですね。でこれがまあ、あの蛍光ペンのように使えるよというふうに出していたんですが、ごめんなさい、今ちょっと手元にないのはですね僕が買ってなかったんですね。まあ,あの正直ですね色 えっと、蛍光ペン、まああのー、僕もですねあの蛍光ペン代わりに前に紹介しましたけれどもテキストサーファーゲルとか使ってるんですけどもこういうですね、まあ、あのいわゆるそのインク式ではない、えー、蛍光マーカーっていうのはですわ、ね、り、まあ、かしあの便利には使っているんですけれども、まあ、前にあったやつはですね、えーまあ、色鉛筆だったので、まあ、その都度削らないといけないんですね。 それはちょっと面倒だなと思ってまあまあこれあるからいいやということでですねテキスト騒げるをずっと使ってるんですけれどもでやってたんですねそしたらですねまああのこういうノック式のタイプが出たよということでですねまあ中に入ってる芯はまあ同じなんですねなのでその芯をですねまあホルダーに入れた形になってます神経全く一緒かなこれ多分3.8って書いてあるから3 8ミ、mm、リだと思うんですけれども うん、どうなんでしょうね。えっと鉛筆のやつも、えー、多分ね普通の鉛筆より太い芯を使ってるとは思うのでそんなに変わんないもしかしたら全く同じものかもしれないですけれども、えー、そんなものが入ってるとは思うんですけれどもやっぱりねえー、まあ大人のね文房具としてはですよやっぱちょこちょこ使っていきたいってことを考えるとですねうん何でしょうね。 あのねそこはやっぱり、えー、いちいち削らなきゃいけないっていうのはちょっとネックでですね、買ってなかったんですね、すみませんで。そんな感じだったんですけれども、今回これであノック式だったらいいのかなということでですね、まあ、書き心地をちょっとね、試したくて買ってきました。ねねねでででこれですす、ね、まあ元々です、ね あのー、その鉛筆の傾向マーカーというのがあったんですけれども、それがですね、えー、その芯を入れたノック式ホルダーということで、まあ、これと同じものをですね、えー、幕開けっていうクラウドファンディングで、えー、まあ、グラウドファンディングって言っても、ですね幕開けの場合はどちらかというと、受注生産に近いですけれども、まあ、そんな感じでですねえっ、ー、と出したところ、ですね、まあ、予想を上回る大きな反響があったことから商品化されることになったということで、まあ、 限定で、まあ、幕開けだけでとりあえずまあねクラウドファンディングネットだけでですね出してみたら案外評判が良かったのでじゃあこれ出しましょうということになったということなんですけどもまあそりゃあねあの良さそうですよねやっぱりこれがですねまあ、鉛筆がまな、あ、鉛筆がシャーペンになるってことと同じですからね <laughs> あの普通にあのね あの中学や高校になって鉛筆削るのがめんどくさいからシャーペン使ってるっていうのと全く同じなんでやっぱりねあのこっちの方が便利だと思いますということで、えーまあ、ノック式買いましたよということですでまあ、300円でなんですけれども返し、えー、は2本入りで180円ということで別売りで売ってますということなんで芯も変えられるわけでしょだったらまあ蛍光ペン代わりに使うのは悪くないかなというふうに思いますよということで今日はこれですねですまああのー もう言うことはそんな感じです。で、まあ、グリップもちゃんとついていて、で、ノック式で、やっぱりね、えー、芯をね、ちゃんとしまえるっていうところも考えると、まあ、蛍光ペン代わり、で、染みていかない、これ、染みていかないって結構大事で、僕はやっぱり、結構調べ物するときに本に線を引くんですけれども、やっぱり、そこでね、普通の蛍光ペンを使わないのは、きつすぎるっていうのと、色がきついっていうのもそうなんですけど、あと、染みていってしまうっていうのがあって、案外に書籍に使われてる紙ってね、 必ずしも染みないい紙じゃないんですよねなんでまあそこら辺でですねちょっとね読書用のまあねテキストサーファーゲルに入れ替わるものになるのかっていうのがやっぱりね気になっていましたでまあ多分ね蛍光緑はそんなに使わないんですけれどもここら辺のですね3本に関してはですねまあどれが使えるんだろうなということで買ってきましたという感じですまあまあ書いてみましょうということですねはい なのでまあね、まずは、うーんと、黄色からいきましょうか。黄色ね、こんな感じです。で、まあ、こうやって書くとですね、まあ、こんな感じですね。うん、まあまあ、あの、多分画面で見てもわかると思うんですけども、思いっきり蛍光色で、結構ね、強みの蛍光色。そうですね、色鉛筆としてはそんなに硬くはないけれども、やっぱテキスト騒ぎるみたいな、 ゲル式とは違っていて、まあ、ゲルのやつはクレヨンに近いんですけどこっちは色鉛筆に近い感じでちょっと硬めですねなんで今ねガッて力入れて描いたら結構濃く描けましたけれども、えーまあ、弱く描くと、まあ、ここはですね弱めに出ますねえー、とーまあちょっとちなみにですけどまあ比較としてはですねテキストサーファーゲルっていうのはまあゲル状なのでほとんど力入れなくてもうにょにょって結構しっかり描けます なんですけども逆に言うと、これを薄くするとか濃くするっていうのはまあほぼできないんですけれども、こっちに関しては、ですねえネオン筆に関しては、ですねまあかなりしっかりとですねえままこのえまあ力を入れると出ます。なんですけども、そうですね鉛筆書くような感じの筆圧でいくとですねちょっと弱いかな。それと、やっぱこれね、iPhone のカメラがね、 えー、ちょっとですね露出を補正してしまうので、なんかちょっと全然綺麗に見えないかもしれませんけれども、目の前で見る分にはですね、かなりはっきりしたオレンジ色が出ています。ふんふんっていう感じですね。ピンク。これはなんかどっちかっていうとね、このアンダーライナーっていうよりは、やっぱね、色鉛筆なんですね。な感じがします。結構しっかり出ています。ね。えー、なんだろうな。えっ、ー、と、濃く出る感じですね。 なんかね透化性はやっぱり低いかな顔料がしっかり入っているっていうところもあると思うんですけれどもまあテキストサファゲルなんかに比べると透化性は低そうな感じがしますねはいこんな感じです <laughs> 案外黄緑が良かったりするっていうね <laughs> いう感じですけどもえーとそんな感じですでねあの実際にあとねもう一個ね比較するとしたらですねまあクーピーが出してるねこれ もしかしたら、この色限定だったかもしれないんですけども、えっ、ー、とクーピーが出した蛍光ペンっぽいやつもあるんですけど、これもね、えっ、ー、とーま,あ、まあ比較にはなるかなと思うんですけど、えー、とクーピーに比べるとずっと濃いです。これね、えっ、ー、と大人のクーピーでしたっけえっ、ー、とー、えー、大人のクーピーじゃないや。これはなんでクーピーマーカーだ。大人のクーピーはあれですね、あのーえー、とボールペンなので全然違いますけども、クーピーのこの、 えっと軸に関して言うと結構ねあのー、まあこれ自体がですねクーピーってもともとはですねこれポリエチレンだったかなポリエチレンと顔料を混ぜてあるので、まあ、折れにくい良さはあるし手で触ってもつかないっていうのはあるんですけどもその代わりですねやっぱちょっと色の食いつきが弱いよねっていう感じになりますなので、まあ、クーピーのまあ、この色に比べると蛍光のクーピーに比べるとですね割かし発色はしっかり出ますね でまあその代わり弱いので周りにですねまあこういうボディが必要になるわけですね。ということでですねまあ、えー、と蛍光マーカーとして使う分にどっちがいいかみたいな話でいくとですねねままあ、ちょっとまだ、ね、結論はまだちょっと、ね、いろいろ書いてみようと思うんですけれどもとはいえですねやっぱりねクーピーに比べるとしっかり出ますと。 いうことなんですけれども、えー、かといって、じゃあっていうとテキストサーファーゲルとかに比べると、ね、テキストサーファーゲルはもっとべちょってつくので、ねまあ、あのつき方の、ね、好みっていうのはありますけどこいつベべちょって出るのとあとねところどころやっぱり、ね、剥がれたやつがついてるんですけどこうやってこするとですね、まあ、それが伸びちゃったりとかするのでやっぱそれが好き嫌いはあると思います。 でまあ、あの具体的に何に使うかというと僕は圧倒的に本とかを読んでる資料のところで線を引くのに使うんですね。ということであのこの間もちょっと出てきましたんであのそこに置きっぱになってましたけどこんな感じでですね僕はですねまあ 思いっきりですね、ちょっと周りがひどいな、今日はね、周り散らかってますけど、こんな風にですね、ガンガン線を引くんですね。ということでですね、じゃあ引いてみようかなと。まあ、いつもはね、テキストサファゲルのオレンジが圧倒的に多いんですけれども、これやっぱりね、見やすいのでいいんですけれども、じゃあ、 どうかっていうことでですねまあ今回はちょっとねあのどこに線を引くか探しながらだとですね実演にならないので、えっと、一番最後のですね参考文献のところ、まあ、別にこれだったらどこでもいいかなと思うのでここら辺にちょっと引いてみようかなと思いますという感じですまあまあ黄色からいきましょうかね、えー、こんな感じなんですけれどもよいしょはいよいしょはいこんな感じですねでは引いてみたいと思いますこうやって引いていきます割とねまあまあ黄色だったらはっきり見えるかな えこれ悪くないですね。えっと、まあ、文字のところ、しっかりこんな風にえつけることができるのと、テキストサーファーゲルに比べると狙いやすいです。先端が硬くて細いので、どこを狙うかっていうのは狙いやすいですね。で、えっとね、しっかり力入れた方がいいね。しっかり力入れると、ちゃんとね、面で削れていくので、ちゃんとね、幅を持って、蛍光ペンっぽい幅を持っていけますね。ということで、かなり。 これだったら大体つけたいところに結構つくただ結構筆圧をかけてるので髪がちょっとちょっとくぼんでるぐらいな感じですねえ結構黄色黄色結構見やすいですねオレンジいってみましょうかオレンジオレンジはねこんな感じですわかりますか違いがえっとねまあこれはこれで見えてるかもしれないんですけどもオレンジはんどちらかというとですねオレンジの顔料が強いので下がねちょい弱いです うんちょっとね、iPhone のカメラが良すぎて、結構綺麗に見えてますが、んとなんだろうな、線の方が目に飛び込んできて、文字を読むっていうよりは、文字より線が見えます。黄色の場合は、文字が見えて、線が後ろに入るんですね。なんですけど、オレンジの場合は、オレンジの線の方が見える。そういう意味ではね、えっと、テキストサーファーゲルのオレンジは、文字の後ろに隠れるんですよ。なので、読みやすさが、まあ、ちょっとこれね、体感的にはちょっと色味がね、黄色によってますけど、 ね、えー、っとねこのテキストサファーゲルのラインとオレンジのこのね、えー、ネオンピッツで比べるとですねネオンピッツの方がシャープに引けるんだけどもちょっとね濃いので、えー、線の方が目立って文字が目に入ってこないかなちょっと惜しいかなって感じがしますという感じですねで、えー、他もいってみましょうか、えー、ピンクですねピンクいってみましょうピンクもうねこれはあれだなピンクはもうね なんて言ううだろうピンクの線が結構、まあ、あと色,色の、ね、明るさの差が少ないっていうのもあるんですけれども、線で隠れてしまうので <laughs>、下にある文字がですね、まあ、ちょい読みづらいかなと思います。ピンクに関しては直接引くんじゃなくって、これで使うんだったら、やっぱアンダーラインだな。えっ、ー、とね、オーバーラインじゃなくって、このね、文字の上に引くんじゃなくって、下線として引くには いい感じだと思いますだからこんな弾き方とかあと、えっと、棒線を引く人ね横に線を引く人ですね、えー、例えばこういうところにですねあの書いてある文章の横に線を引くんだったらこれありだと思います上から線を引くとちょっと文字読みづらいかなと思いますうんってちょいですからまあねオレンジとピンクはちょっと色濃いなーって感じですねじゃあ他のも行ってみましょうか えー、緑ですねこれね案外緑がいいぞえーとね緑は結構ちゃんと文字が読めてバランスいいですうんこん中だと俺蛍光緑が一番好きかもあー、うん、いいですねこれはかなりいいですえっ、ー、とー文字がしっかり読めつつ明るいのでここってすごいわかるんですね まあテキストサファギルのね、緑はね、全然ね、やっぱりね、僕としてはちょっと違うなって感じがするんですけれども、オレンジしか使ってないんですよね。なんですけれども、これに関して言うと、ネオン筆に関してはね、俺ね、グリーンが好きだな、という感じがします。ということで、これはね、ちょっともう一個ね、別の本でやってみようかな。ちょっとね、あの、いや、汚れてしまったというか、いっぱい書いちゃったので、ちょっと他の本でも行ってみましょうか。これもね、 紙の世界史とかもありますけれどもこういうのねほんでねあのー、そうそうあの参考文献とかって結構ですね、あのー、まあこんなんなんか今線引いててどれでもいいからって言ってますけれども、あのー、本調べてて読んでて面白いなと思った本の後ろの参考文献って結構ねあのそっから探すと、えー、具体的なねもっと細かい内容が書かれてるのが 見つかったりするんで、特にですね、全体的なダイジェスト版みたいな本を読んだときに、えっ、ー、と、もうちょっと詳しいことが知りたいときは、やっぱりね、このね、参考文献はさね、えー、それこそ参考になりますという感じなんですけども、こっちね、ちょっとね、髪が黄色っぽいです。まあやっぱりでも一緒かな。やっぱりピンクは、えっ、ー、と、文字隠しちゃいますね。オレンジ、オレンジ。まあオレンジ、まあまあなんだけど、やっぱオレンジが強すぎる。なので、まあ僕的には、 黄色かえー、と緑なんだけれども、黄色はやっぱりね、蛍光が強いので、えーと、蛍光色のパワーが強いので、黄色に関して言うとですね、割とちょっとチカチカしちゃいますが、これがね、バランスいいのはグリーンだな。うん、ということで、僕が引くならグリーンですね。っていうふうに思います。うん 間違いないって感じです。なので、えっとですね、まあ、こうやって書いたりすると弱いんですよ、グリーンは。ね。でも弱いぐらいがいいです。あのーで、黄色とかね。これも色は見えるんだけれども、えっと、下がちゃんと透けるんですね。これがね、オレンジとかはこうやって書くならかっこいい。だから、なんかね、この、 蛍光色でちゃんと書いた文字を見せたいっていうことであればピンクとかオレンジは結構いいしピンクなんかねすごいはっきり見えるピンクなんでこれはねなんかね別の筆記具としての可能性はあるような気がしますなんですけれどもうーんそうですねえことまあなんか蛍光ペン代わりに使うっていうことで考えると文字の上から書くなら俺なら緑かなという結論ですでえー、まあ ね、とかでも緑ってやっぱりどちらかというと重要な場所に引いてる感じがちょっとしなかったりするのでねそういう意味ではやっぱりうーん僕はやっぱまだテキストサーファゲルの落差加減も知ってしまうとただこれはね狙いにくいんだよね太く出ちゃうしこれはねあの慣れないと気持ち悪いっていう人もいるとは思うんですけども、えー、僕的にはですね、えー、普段使いはまあねあとこれキャップがね こうなんかすぐなくなっちゃうこで、ちゃんとノック式とかと違うので、このキャップがですね、しかもこっち側につかないっていうね、まあ、この感じでちょっとダメダメなんで、そういう意味ではですね、まあもうキャップ外しっぱなしでこうやって引っ込めたりしてますけれども、やっぱそういうところはね、ノック式のよ,よさがあるわけですよ。なので、こうやってしまっとけばですね、ポケットに入れといても汚れることがないし、で、回収も変えれるしね。うん。だそれはいいです。ただ、やっぱちょっとね、あとね、硬い。 硬いからぐいぐいやらないと必要な濃さにならないっていうのがあるので結構力をかけて書くだからんとん、まあ、まとめると,、えー、とテキストサーファーゲルは楽に書けます太く書けて文字がすごい読みやすいですで文字読みやすさでいくんだったらもうねオレンジ一択ですごいいいですっていうのが僕の中でで、えー、と今回のネオンピツに関して言えば えと線を引くんだったら、線を横,横に防線を引くんだったらオレンジ、ピンクがいいです。でも、ね、これちょっと後ろが邪魔だからね。防線を引く、横に、文字の横に線を引く、アンダーラインを引くんだったらこっちの2つがいいです。でもオーバーライン、文字の上から線を引くんだったら黄色か緑です。で、特に緑の性能がすごくいいと思います。黄色は、うーん、綺麗なんだけども、やっぱりですね、 まあ線の端っこがやっぱりちょっとぼやけるっていうのがあるのとやっぱりねうーんやっぱり蛍光色がすごく強いのでちょっと目に強いかなという気がしますなのでまあ僕としてはなどっちかで揃えば本当はいいんだけれどもなかなかうまくいかないのでまあしばらくこうだなだからまあ暖色系で線引きたい時はこっちまあこっちがメインでこっちはですねまあサブになっちゃうかなと思うんですけれども違った色でね えつけらられれるのでなんか意味合いを変えられますよね重要なポイントとあとはねちょっとなんかあの個人的になんか興味があるところとかこれから調べようとかなんかね意味付けしとくといいと思うんですよ。これは正しいのかなみたいなあとで疑問を持って調べなきゃいけないことなんていうのはこういうねちょっと違う色を使った方がいいかなと思うのでそういう使い方をしたいなと思いますよということでまあ今回はうん。 これはね、やっぱりね、グリーンを使ってみましょうという感じをおすすめしたいなと思います。はい。ということで、文、え、具、ー、王としてはですね、今回はネオンピツのですね、これやっぱりでもノック式だから本当に便利なんで、まあちょっとね、しばらくあの読書のお供に使ってみたいなと思います。ということで、えー、ネオンピツの、えー、ね、グリーン、蛍光グリーンがいいと思います。というお話でした。はい。ということで、 えー、またね他のものもですね蛍光ペン関係もですねいろいろと紹介していきたいなと思いますのでまたよろしくお願いします。